ザーザー見てくれ。これがね、今までゲットしてきた俺のね、ファミリー。ブラックキレムでしょ、ホワイトキレム。で、ロトム。これが前回かな、前回ゲットしたロトムだよね。前回だったかな、前々回か、いや、前回だね。で、海竜。これが一番最初にゲットしたファミリー。で、リザードにアルセウス。いいね。つうことで、俺が欲しいのはミュウツーなんだけれども、なかなかね、ミュウツーが出ないという奇跡が起きてんだよね。マジで。ミュウツーがね、クソ出ない。なんでだろう。ゲノセクトも出ないんだよね。でもね、ミュウツー、このミュウツーさんがね、マジで欲しいんだよ、ミュウツーさんが。いやー、今日こそ絶対ゲットするぞ。つうことで、このミュウツーを狙い、今日はね、1個、2個、そして3個。3個あるから、もう絶対取るからミュウツーだろ。でもね、重いんだよな。腐れ重いんだよな、俺。重いやつはさ、キュレムかリザードンか海竜。いや、でもね、わかんない。開けてみないとわかんないってことで、早速。じゃあ、この真ん中に、ドカンっていっちゃおうぜ、ドカンと。ドカンっていっちゃおうぜ。よっしゃー。頼むぞ。俺の見聞色をフルに使うぜ。頼むぜ。ミュウツー来てくれよ。つうことで、行こう。まず一つ目。頼むぜ、ミュウツー。でん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 。どうしよう。今、ミュウツーの封印が解かれる。いやでもね、あーマジか、普通の海竜か。できればあのアイリスアイリスの海竜が良かったら、アイリスのあの切れてるやつ、目がねすげえね、もうねやばいんだよね。俺がナンバーワンだっていう目をしてるね。これ可愛い海竜だね。でもね、持ってるんだよね。持ってるってダブリ、これ初ダブリか。あ、初ダブリだね。でも初ダブリが海竜ってことは、これマジ運いいよ。俺これめちゃくちゃ好きだから、マジめっちゃ好きだから。ちょっと双子ができたってことで、おめでとう、おめでとう、双子、双子ラッキーってことでね、いっちゃった。重いぞ、これ。重いということは、まさかの、重いってことはね、このね、この三人衆のどれかなんだよね、重いのは多分。キュレムか。やばいぞ。まさかの2回連続、かぶりという奇跡が起きるか。まあいいや、とにかくあげようぜ。でもね、ミュウツーの可能性もなきにしもあらずだから、頼むぞ、ミュウツー来てくれ。ミュウツー来てくれ、頼む。ミュウツー頼む、ミュウツー来てくれ、ミュウツー。どんどんリザードン、どんどんリザードン、まさかのまさかの。でもかっけえな、おい。あ、でもリザードンクソかっこいいから、まあいいんだけどさ。いやー嬉しいね。でもうん、リザードン来た。いや、もう被るんだったらさ、もう好きなポケモンなら全然オッケーじゃん。被るこの海竜も、リザードンも大好きだからね、全然オッケーなんだけど。いやー、でも水出ねえな、クソ。マジかマジかマジか。まあね、ロトムもね、好きだけど、ロトムが被った日にはちょっとね、悲しくなってくる。いや、でもロトムも好きだからいいんだけどね。もう気持ちいいから、プリプリしてね。可愛すぎる。プラズマ。プラズマっつうことで、ラストは。軽いな。軽いぞ。軽いということは、EV ボッチャもロトムのどれかが。やばいぞ。軽いぞ。この軽い三人衆か。でも、ミュウツーもさ、なんか軽そうじゃない、ちょっと。だから、ミュウツーの可能性も、ミュウツーの可能性もあるから、躍動感あるポケモンフィギュア登場、ポケモンモーションギャラリー、そしてミュウツーである、そしてミュウツーである。これはみのみでくれちゃった。マジか、みのみでくれ来たぞ。ミュウツー遺伝子ポケモン、ミュウツー、やった。タイプエスパー、高さ2メートル、こいつ2メートルあるのか、コービーブライアントじゃないか。重さ122キロ。全部のポケモンの遺伝子を持つと言われるポケモン。ミュウの遺伝子を組み替えて生み出された。ミュウって全部覚えられるもんね、技ね。もう全部のポケモンの遺伝子入ってるってことで、あいつすげえよな。戦う能力を最大まで高め、敵を倒すことしか考えない。条件は技を繰り出そうとするミュウツー。かっけえ、このイケメン見てくれ。このイケメンポケモン見てくれ。やべえ、めっちゃかっけえ、すっげえ嬉しい。やったー、やつ出てきた。やったぜ、全部ね。いや、正直、俺正直ね、ボッチャムとかロトムとかイーブイかと思ったんだよね。よかった、マジで。わあ、やった。てか、すっげえかっけえ、見て。早速出そうよ。わあ、すげえ。やべえ、鳥肌やばい。すっげえかっけえ。見てくれ、見てくれ。技を繰り出そうとしてる、ミュウツー。技を繰り出そうとしてるミュウツー。うわぁ、尻尾かっけぇ、もうやばいね、すげぇ。俺でもね、ミュウツー捕まえるとき絶対マスターボール使ってたんだよね。
なんかさ、みんなさ、ハイパーボールとかさ、モンスターボールで捕まえてるじゃん。俺普通にマスターボール使ってたんだよ、マジで絶対。で、これどうやってつけんだ、なんだこれ。これはね、ちょっとね、レベルが高い、レベルが高い。多分ね、尻尾をぶっ刺すんだと思うよ、ここに。多分ここにガンとやり、今でしょ、今でしょ。ん、これわかんねえな、ちょっと待ってくれ。みんな説明書見ようぜ。じゃじゃん、このね、組み立て方のね、向きに注意。ミュウツーは足をぶっ刺すのか。足をぶっ刺し、そうね、分かったよ。足をいらねえだろこんなもん、ふざけんなよ、いらねえよ。ちょっと待って、つけ方がわからないというここの奇跡が。何これ、どうやってつけんの。あ、分かったわ、こうだ、挟むんだ、こうやって。オッケーオッケー、さすが俺、さすが俺。そうで、こうでしょ。スタンドいらねえ、これ不安定すぎだろ。見てくれ、俺の欲しかったミュウツー様。いやー、ゲットできた、よかった、マジで。俺もう出ねえかと思ってたからね、これ。もうやっと見つけてさ、あの普段買ってる、いつも買ってるとこでもなくてさ、あと恐竜超図鑑もなくなって、もう入荷しねえって言われたのに、恐竜超図鑑も終わったな。もうマジで、あと1枚だったのに、あと1枚だったのにコンプできなかったよ、マジ。ふざけんな。15番、あのファイルナンバー15番の恐竜でラストだったんだけど、聞いたらさ、いや、あれもう入荷しないんですよって言われて、マジですか、いや入荷してください、もう全部買うんで、あれだけ買うんでつったんだけど、いやもう終わっちゃってみたいな。あー、マジか。でもなんか他の店も多分探せばあるかもしんないで、まあ探してみろって言われて、あ、はい、探しますみたいな。探しますみたいな。お、悲しかった。まあ見つけたら買ってこよう。まあ恐竜チョコ図鑑ね、あと1枚だしコンプできんだろう。ということでね、今回はやっとミュウツーゲットね。見てくれこのイケメン度、かっけー、マジで。ちょっとペローナとコラボさせて、このペローナと、俺の大好きなペローナと、これ見てくれ。おい、やばいな俺、おい、クソだろ俺、マジ最高でしょこれ。美女と野獣、美女と野獣、いいね。おい、ペローナマジ可愛いな、おい、おい、クソだなおい、おい、めちゃめちゃ可愛いじゃねえか。お、まあペローナはいいとして、ペローナはいいとしてな、ペローナはいいとして、ミュウツーゲット。いや見てくれ、マジやったぜ、みんなついにゲットしたよ、ミュウツー、やったー、長かったぜ。見てこのいいね、技を繰り出そうとしてるミュウツー。ということで今回ね、やっとね、ミュウツーゲットね。でもね、あとね、一種類欲しいのがあるんだよね、ゲノセクト。ゲノセクトが欲しいから、まあ次はゲノセクト狙いでいこうかな。でもこれ売ってねえんだよな、マジで。うん、まあ探す旅に出るか。ということで今回はね、ついに欲しかったミュウツーゲットね。イエス、これマジで俺の宝物にするわ。よっしゃ、次回はねこのゲノセクトでお会いしましょう。ということで、ミュウツーバイバイ。最後ね、この顔、ゴソン顔見てバイバイしようぜ。ゴソン顔やべえな、この美女とね、美女と一緒にこの映る、いいね。しゃ